はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。今回はですね、ついに来ました、ダダダダン、ねずこ、ねずこでございますよ、ねずこ。こちらですね、かまど炭治郎の妹、かまどねずこでございます。ねずこが来たぞーということで、こちらですね、鬼滅の刃3、完全生産限定版、鬼滅の刃 DVD 第3巻ゲットいたしましたので、今回開封してみようと思います。だいぶ恒例になってきましたね、はい、じゃあまずこちら外袋開けて、第4巻もね、もう購入予約してますので、はい、ということで、まず表紙はね、ねずこでございます。かわいいね、相変わらずね、あの竹を加えてるとこもいいんですよ。これね、その木戸あかりさんが声優さんなんですけど、すごい難しいと思うんですよ、この役。最初のちょっとだけ人間の言葉喋って、その後ね、ほとんど人間の言葉喋れないので、人間の言葉喋れる鬼もいるんだけど、人間を食べないためにね、ちょっとこれを加えてるので、ふんふんふんとかね、ふんふんとかしか言えないです。あと、うなり声を上げたり。ということで、第3巻ゲッツゲッツ。ではでは、ちょっとこちらの方ご紹介していきましょう。第3巻にね、入っているお話は、第6話と第7話に2つが入ってます。第6話、鬼を連れた剣士。第7話、鬼舞辻無惨、無惨様登場でございます。第6話では、こちらね、ねずこ、これねずこなんだけど、で、これ炭治郎。こちら何があるかっていうと、鬼殺隊の隊服に身を包んだ炭治郎ということで、もう鬼殺隊入ってますね。で、黒川崎先生がね、作ってくれた、この、背をね、ねずこを入れるね、箱なんて書いてある？鱗崎特製の木箱を背負いと、腰には日輪刀をね、携えているということで、最初の任務に向かいます。最初の任務では、町に夜な夜なですね、ある町で、女性が消えていくというお話。それは鬼の仕業だった。さあ炭治郎、その鬼どうやって退治するかというのが最初のミッションになります。そのミッションをね、クリアすべく、クリアというかね、鬼を倒すべくね、炭治郎、ねずこが戦い挑んでいくという場面でございます。第7話ですね、第7話が、鬼舞辻無惨ということで、まあ鬼をですね、倒す場面まだ続いています。第7話もその続きです。鬼が3人に分裂しちゃいました。どうしよう、これどうやって倒そうというところで、ねずこも一緒に戦います。で、鬼を追って沼に飛び込んで、そして、最終的に鬼を追い詰めて鬼舞辻無惨についての情報を得ようとするんですが、てんてんてんというところでございます。はい、そういう話数になっております。非常に絵が綺麗なので、映画ですよ、本当に。テレビでやるあれじゃないよねもう映画のレベルで、非常にすごい、もう本当に映画館で見たいものですね。あ、そうそう、鬼滅の刃ってね、映画決定してるんですよ。無限列車編ですね。はい、またこれも見てみたいのでまだね、いつやるかとか発表されてないんだけど、非常に楽しみにしております。ワクワクでございますので、はい、そして、こちらの方回復していきたいと思います。まあ、こちらは例によってね、こんな赤滅、はい、ではでは、こちらですね、中のものが飛び出しちゃうので、ちょっと先に出させてください。はい、
CD が DVD が反対に入っているDVD が上下逆さに入っているではないか。これも上下逆さではないか。ちょっと待ってちょっとね、やらせていただきます。はい、ということで、はい、第3巻ではねずこが、表紙にありますね。この箱がですね、鱗滝左近次先生に作っていた、師匠に作っていただいた箱になります。木箱ですね。非常に軽いって言ってましたね。ねずこは昼間太陽に当たれないので、これでですね、この中に入って、暮らしているという感じです。でねずこはね、人を食べる代わりにね、眠って体力を回復しています。で、ここにね、書いてありますね。このマスに何が入っているかっていうところとかね。はい、書いてあると思います。鬼舞辻無惨もね、結構難しい読み方するんですよね。漢字としてはまあ単純かもしれないんだけど、鬼に舞う、辻ちゃんの辻に無惨。はい、そういう無惨様ですね。この絵がね、綺麗だよね、この絵ね。ね、ねずこが。ねずこがね、これ。では、皆さん、気になっている、こちら見せましょう。ダン。まず、第3巻の CD です。DVD ですね。ねずこが表紙、飾ってます。ねずこ!そして、こちら。鬼滅の刃第3巻特典ディスク、オリジナルドラマ。夜明け前の研究ということで、はい、夜明け前の研究でございます。これどんなあれが入ってるのかな?わかんないんだけど、ね、後々出てくる、第4巻、第5巻くらいで出てくるかなっていう方のあれかもしれないね。研究だから。お医者さんでありながら鬼になった方がいて、でも、自分は人を食べないような鬼だと。いう方が出てくるので、なかなかそのね、お付きの人も非常に面白い、可愛い、面白いので、また第4巻第5巻ぐらいで出てくると思うので、ぜひぜひそちらもねチェックしてみたいところです。ということで、オリジナルドラマ非常にねいいね、今回ね。いや、今回ねというか、今までこういう CD 買ったことないから、その DVD さ、買った人しか見れないドラマとかあるんだね。いや、まだまだ鬼滅の刃が見れると思うと、非常に嬉しいね。うん。楽しみ。またちょっと今後の楽しみ。はい。生きてた甲斐があったよ。そして、皆さん、今回も入ってます。鬼滅大法でございますね。ちょっといくつか抜粋して、おお、出た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 、テオニという方が出てます。テオニはね、そう、多分ね、僕、時代が変わった時代がって言ってたのと思うんだけど、あれね、年号が変わった、年号が変わってる、年号がってね年号でした、ごめん。多分ね、時代言ってたんだけど、年号です、ごめん。怒られるね、ファンの方にね。あと、ここはね、カラスをね、名前わかんないって言ってたのが、これ、カスガイガラスだ。カスガイガラスですね。なぜかね、この、カラス、人語喋るんだけど、炭治郎はね、カスガイガラスちゃんとつくんだけど、なぜかね、善逸だけね、純太郎っていうね、まあ、善逸が名付けたんだけど、人の言葉を喋れないスズメがついてる。なんでかわかんないんだけど、スズメがついてるんだよ。という感じです。では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 、第6話、鬼を連れた剣士。鬼殺隊の大服に身を包んだ炭治郎、腰に日輪刀を携え、ねずこが入った鱗滝に特製の木箱を背負い、鬼殺隊の初任務として、初任務としてですね、
マイや少女が失踪しているという北西の町に向かいます。そこで炭治郎は恋人をさらわれ、総称を仕切っている青年と出会います。確かに近くに鬼の匂いを感じるが、鬼の姿はどこにも見えない、不穏な事件に鬼の影を疑う炭治郎は非常にこの戦闘シーン、すごいです。で、なかなか人間ドラマもあってですね、はい、非常に面白い話数となっております。北西の街もね、その様子もね、皆さんに見ていただきたいなと思います。第7話、鬼舞辻無惨。3人に分裂した鬼が、炭治郎を追い詰める。その時禰豆子は鬼に立ち向かいました。禰豆子はもう守らなければならないほど弱い存在ではなかったことを気づいた。意を決した炭治郎は分裂した鬼を追って地面に広がる沼へ飛び込みます。果たして沼の中で待ち受ける戦いとは。ここでね、ねじれ渦という技が出てきますね。ねじれ渦いいね。で、これ後半ね、ごめん、これ後半で出てきたわ、無惨様。後半、浅草の町に向かいます。浅草のね、町の描写、あの大正時代の浅草を描いてまして、あの古き良き日本、すごい栄えている帝都ですね。大正時代の東京浅草を描いておりますので、ぜひここね、注目してみてほしいなと思います。炭治郎のね、町はこんなにも栄えていたのかって言ってね、あの目が点々ってなってね、禰豆子と一緒に点々ってなってるシーンね、非常にそこ面白いシーンです。ここで無惨様が出てきたかどうかはわかんないけど、このここか次ね、第4巻の方でですね、無惨様出てきますので、ぜひぜひ、まあそこは注目してほしいポイントです。そして今回の人物紹介、禰豆子が出てます。禰豆子、はい、かまど禰豆子が出てます。炭治郎の妹です。鬼になっても自我を保っているというね、大きくなったりちっちゃくなったりもできますよと、戦うこともできますと。そしてここでね、かまど家の人々が出てます。かまどキエというお母さんですね。これはまた後ほど、まあ回想シーンみたいな感じで出てきます。竹雄、かまど竹雄ですね、弟。かまど花子、これは妹。かまど茂、これは弟。かまど六太、六太はね、もうちっちゃい子です。はい、炭を売ってね、平穏に過ごしてたんですが、この今紹介した方々は皆殺しにされてしまうので非常に悲しいですね。で、オリジナルドラマの夜明け前の研究ってことも書いてあるね。これ UFO テーブルさんの脚本を手掛けてます。はい、非常に今回いっぱい話しちゃったね。そして鬼滅の刃のこちら入ってます。注意書きね、いつも思うけど、なんかこれもいいね。なんかね、これも大切。そしてちょっとここら辺はまあ見せれないんだけど、オリジナル、これいいよね。オリジナル横スクロールゲームの鬼滅の錬磨 ID カードということで、こちらにね、同封されてますので、ゲームです。鬼滅の刃のゲームが出ました。これこれ限定です。この第3巻買った方限定でやれるゲームがあるので、またちょっと実況していいかわかんないんだけど、ちょっとまた注意書きとか読んで、特に書いてなさそうなら実況したいなと思います。こちら楽しみにしてました。非常に楽しみにしてました。こちらね、URL 開いて、特設サイトで、これをやると。いう感じになってます。んね、はい。そして、まだまだ入ってますよ。
鬼滅の刃の、鬼滅ラジオ、ラディオ、ラジオ、ラジオの方ですね。鬼滅ラジオの、公開録音イベントご招待ということで。こちらですね、11月3日、東京都内某所で、かまど炭治郎役の花江夏樹さんと、あがつま善逸役の下野紘さんが出演されてます、鬼滅ラジオの公開録音イベントにご招待しますよっていうのですね。これはね、もう終わってます。受付期間もう終わってます。はい。終わってます。残念。ん？終わってるね。はい。いやー、残念だな。そして、アニプレックスさんの、これ、宣伝。そして、そして、あ、今回こちら、裏側入ってないね。なんで、1巻は入ってなくて、2巻2つ入ってて、3巻は、こうで。多分4巻こう入ってるよ。二つ入ってんだろうね。じゃあこちら見せますよ。ほっ！ででん、出ましたね。こちらですね。第2巻の方、第2巻だっけね。ごめん。あ、こちらですね。第2巻の方に出てきましたね。はい、サビト。そして、マコモでございます。サビトとマコモ。ねえ、かわいいね。サビトくんもね、このお面を取った後のね、切られた後出てくる顔、あの顔がね、いろいろなことがあって、いろんなことを思いながらあの顔なんだろうなっていうのが後々分かってきます。ね。炭治郎がね、この後、最終選別行くわけですよ。そこで手鬼が出てくるわけですよね。まあその手間にこの二人はね、そうされちゃったんだけども、まあそこは言えないんだけど、っていう、炭治郎もそうなっちゃうんじゃないかっていう悲しい顔なのかもしれないし、もう行っちゃうんだっていう悲しい顔かもしれないし、よく頑張ったなっていう顔なのかもしれないし、いろんな顔が。あとはね、このお面ですね。実はこのお面が実はこのお面のせいでっていうところを第2巻最終選別これ絶対見てほしい。すごいね。このね、シーン、この鱗滝先生がこれを授けるシーンの後からちょっと、シーンのとこからちょっと見てほしいんだけど、最終選別のあの手鬼と戦うシーン。あれ、悲しいよね。ね。なんか何とも言えない。あとは、これはね、今回、今話で出てくる、この、沼に潜る鬼ですね。はい。まあ、この鬼との戦いで、禰豆子が、活躍します。そして、炭治郎の初任務でございますね。この鬼を倒すのが。ってことで、今回ちょっと長くなっちゃったんだけど、非常に本当に長くなっちゃったな。禰豆子がこの表紙のね、第3巻 DVD 第3巻、開封しました。ブルーレイもあるのでね、僕がねちょっと僕のはね、DVD しか見れないので、まあ、DVD 買ってんだけどブルーレイの方が多分綺麗なのでって言ってもね非常に綺麗だからね、ぜひぜひ皆さんね、まだまだこれ発売されて10日くらいかな、他に発売されたのかなぐらいだと思うので、またちょっと見てみてください。はい、ということで、今回も、私かまど炭治郎役のトシがごめんなさい、そんなことないですね、ということで今回もねお伝えしましたので、ぜひとも皆さんね少しでも鬼滅の刃にね、僕がこんだけハマってる珍しいからね、まあ、鬼滅の刃に興味持ってくださればと思って、詳しく紹介してますので、ぜひとも皆さん、鬼滅の刃見てみてくださいってことで、今回もお伝えしました。ではでは皆さんご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバイ、グッバイ。